突然来てすいません。キャッツが熱を出して。キャッツ？はい、うちの猫です。あ、わかりました。すぐに見ましょう。お願いします。猫はどこですか？はい、猫です。うん。キャッツ。うん。しんどい？しんどい。熱あるの？熱ある。らしいです。お願いします先生。キャッツを見てください。キャッツ？猫じゃないじゃん。それ。はい。猫じゃないじゃん。うち動物病院ですよ。はい。はい。え。 すごいまっすぐな目をしてるけどすごい純粋な目をしてるけどその動物病院なんで人間の風邪とかはわかんないですよ私え人、いや私は風邪じゃないですキャッツが風邪ですあはい2人とも2人のどちらが風邪だとしても私見れません何言ってるんですかあなたはあなた獣医ですよね猫が熱を出したって言ったら見てくださいよ猫が、ね、熱を出したら見ますよでも人間が熱を出しても見ない何言ってるんだどう見ても猫だろうどう見ても人間だろうはあ あなた10位ですよねうん、10位だよ。分かってるあなたこそ。そんなにキャッツは重い病気なんですかはあなたじゃ治せないほど重い病気なんですかいや、知らない知らない。人間だから。猫だったら見れるけど、人間だからわかんない。あなたが見れないんだったら、もっと大きな動物病院を紹介してください。あ、しないしない。恥ずかしいから。この子の見れますかって言って人間を食ったら、人間来たよってなっちゃうから。しないしない。 アメリカの大きい病院とかに送ってくださいしないしない怖いえパーソンってなるから何を言ってるんだあんたそれでも10位か10位だよ10位だよだからこそだよもういいキャッツ他の動物病院当たろうな、うん、あ無駄だと思うけどチャンネル登録していたならばチャンネル登録していないから悔しさ込み上げるほども大切に出会えたんじゃないか